さて7時のニュースゾーンですけども、今日はジャーナリストで拓殖大学教授の富坂聰さんがコメンテーターですが、この時間に限りましてですね、元外交官、金曜日にお願いしております、キヤノングローバル戦略研究所研究主幹の三宅邦彦さんにこのパリ同時多発テロについてのニュース、分析をしていただきます。電話です。三宅さん、おはようございます。あ、どうも、朝からすいません。おはようございます。おはようございます。あ、どうもどうも、先週はお世話になりまして、ありがとうございました。こちらこそ。はい、まず伺いたいんですけども、イスラム国がですね、はい、テロを引き起こして、今日の新聞なんかによりますとね、いわゆるシリアで計画して、それでベルギーを拠点にしていると、いうこと、はい、それから時間差で攻撃したりとかですね、非常にこの戦略的になっているとか、いろんな分析があるんですけども、はいはい、まずイスラム国に対してのですね、見方は三宅さんはどう見ていらっしゃいますか。まあ、不愉快ですけどテロのやり方がどんどん進化をしているということでしょうね。一つは、まあ、ずいぶん劣勢になってますからね、何かやらなきゃいけないという状況に追い込まれてるんだと思いますけれども、それにしてもいろいろな手段を使って、どこで、ね、本当に、計画されたかは分かりませんが、シリアとベルギーとフランスとがこう連携して動いてる、こういうことが見えてきますよね。非常に嫌な動きだと思います。そうですね。ベルギーが拠点というようなことなんですが、これは外交官だった三宅さんはよくお分かりだと思いますが、なぜですか。もうフランス語だし隣だしね、移動も自由ですから、まあ、ベルギーが特にというよりも、フランス、必ずしもパリじゃなくてね、このネットワークがフランス語のネットワークだけじゃないとは思いますけど、ヨーロッパ中に広がっているというふうに見るのが自然だと思います。イスラム国はだいぶ空爆でですね、はい、相当劣勢に立っているという見方もあるんですけども、はい、まあ、窮鼠猫を噛むじゃありませんけどもね、はい、ここで要するに世界を相手にみたいな感じで、これからのですね、いわゆるイスラム国の仕掛けというか、その辺はどんなことを予想されますか。まあ、そうですね、その表現が正しくないことを祈ってますけども、彼らにとっては追い詰められれば追い詰められるほどね、はい、やれることをやっていこうとする可能性があるので、ええ、その場合やっぱり大きなターゲットはまずは比較的近い欧州になると、ただそれはもちろんアメリカと思う例外ではないですから、はいはい、これから要注意の時期ですね。そうですか。それでどうしてもその、まあ、世界が挙げてですね、対イスラム国という戦いをしなきゃいけないんですけども、はい、ロシアとアメリカがですね、はい、まあ、アサド政権をね、巡ってですね、はい、まずこの辺をこう、どうするのかというのがね、一番の鍵だと思うんですが、どんな流れになりそうですか。まあ、G20 でね、ソファーで喋ってましたでしょ。あれはね、あんまり物事が詰まってない証拠ですよね。ロシアは確かに参戦はしているわけですが、本当はアサド政権を守りたいわけですよね。だからやってるわけで、その意味ではオバマ政権とは全く違う。ですから、ロシアとアメリカはいわゆる同床異夢、はい、あまり私は大きな進展がですね、近い将来あるとは思っていません。残念ですけど。ヒラリー・クリントンさんも、まあ、はい、いわゆる大統領を目指していろんなところで、はい、演説してますけども、はい、地上部隊みたいなことは考えないというようなことを言ってますけどね、これ、まあ、今のアメリカのような、ね、気分ではとても部隊を出すという雰囲気にはならないでしょうね。はということはですね、はい、まあ、どっちかっていうと神出鬼没の、まあ、ゲリラというかですね、こういう、まあ、テロリストのやり方の方がですね、まあ、どっちかというとすばしこいわけですよね、軍隊が動くよりも。そもそもね、空爆でね、空爆で戦争を勝った国なんかないんですよ。はいはい、そうですよね。こういう戦いっていうのは当然残念ですけども、地上軍を大量に投入して、はい、制圧していかなきゃいけないわけです、うん、なるほど。それやる国ないですから、うん、今、はあはあ、だから口ではね、空からやるけれども、決して私は効果が出ているとは思いません。はあ、オランド大統領だけが戦争だ戦争だってなんか言ってますけどね、しきりに。まあ、それはアメリカも戦争だって言ってましたよね、うんうん、言ってました。これはフランスの 9.11 ですから、うんうん、ああでも言わなかったら彼の支持率また下がりますよ。ああ、そうか。しかし、大聖堂付近で昨日の映像なんか見てると、皆さん、はい、哀悼の思いを告げに来て、爆竹が鳴っただけでもう、阿鼻叫喚で逃げ出しましたから。そりゃそ
どうでしょう、もうまあ、フランスのね、あの理想というものがああいう形で踏みにじられてるわけですから、恐怖と誇りがこう一緒になってしまったんでしょうね。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。三宅邦彦さんに伺いました。